はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。本日よりですね、ドラクエ7とのイベントコラボ来ております。早速やっていきましょう。これはなんじゃ、石版の世界ですよね。村長に家にあったものですよ。でもなんだか不思議な力を感じる石版のかけらですね。見て見て、あの変な石版のかけら見つけてきたの。わ、モナン、そんな急に来たらぶつかってドーン。急に何するんだよ。あれ、さっき石板合体してる。旅の扉出てるの、あれなの。このドラクエ7はですね、私ちっちゃい頃にクリアしたことがあるんですけれども、石板を組み合わせるのがね、すごい複雑で苦労した記憶はありますよ。台座がいくつもあって、その中で合わさる石板を、一つのね石板で6ピースとか、これ4ピースだけどね、4ピースもあれば6ピースぐらいのはあったりするんで、あと色で分かれたりするんでね、結構複雑なんですよね。あー、いいですね、いいですね。それとあと今回のね、イベントで新たになる仲間がね、どれくらいいるかっていうのも気になりますね。まあいるんでしょ。なんか今なんかあった。はい、とりあえず、私はねイベント行きたいので、ここですね、ドラクエ7イベント一緒、早速行きましょう。ストーリー進めてボスに挑戦。ストーリー進めてキーファーを仲間、仲間になるの？あのガチャじゃないの？ドラクエ7メダルを集めてアイテムと交換と。はい、仲間になるのキーファー？行きましょうか。はい、ここは一体あれ、モナンどこ？キャー、魔物がいるわよ。人間がいる。また別の世界に移転しちゃったんだ。ちょっとあんた早く逃げなさいよ。あは悪いスライムじゃないよ。僕はスラクト、こっちはてっちゃん。人間と一緒だし大丈夫なのかしら。私はマリベル。グオー、話は後だ。まずはあの魔物を倒そう。あいつら何なの？あわ、悪いスライムを倒してから話をするから待って。どうしてフィッシュベルに魔物が？あんたちの仕業じゃないでしょうね。違うよ、僕たちは急にここに。そうだ、ピンクのふわふわした魔物を見てない？僕たちの仲間なんだ。そんな魔物知らないわよ。そっか、モナンどこ行っちゃったんだろう。モナンはどこへ？一緒には。それでどうやってここに来たの？僕たちは不思議な石板を見つけたから急にここに転移しちゃったんだ。石板キーファーがそんなの集めてるって言ってたわね。それかもしれない。キーファーを紹介してくれないかな。なんだか面白そうね。紹介する代わりに私も一緒に行くわ。いいわよね。これ
家って選べるのかな。ふう話がわかるじゃない。早速行くわよ。家が出ても無限にはいを選ぶまで話が進まないっていうパターンもあるからね。いや、これキーファー仲間になるのか。スカウトじゃないんだ。一方その頃モランは、スラクとデッちゃんはどこ行っちゃったの。あ、村の人に聞いてみるの。そこのお姉さん、巻物持ったスライムを知らない。魔物キャー。あー、てっちゃんがいないから怖がらせちゃったの、ごめんなさい。ゴゴゴゴゴ、なのなのなの。あ、また犬になっちゃった。もう村の人も牛になっちゃったの。オルゴデミーラの鍵。エスタード島。ここはそんなに大きい島じゃない。モランは別の島にいるかも。マリベルは島の外のことはわかる？わからないわ。島の外で出たことないもの。まあでも島の周りは海しかないって言われてるわ。この世界には他に大陸や島がないの？実際見たわけじゃないから嘘かもしれないけどね。いつかこの目で確かめてやるんだから。なんだって私は、網元の娘ですもの。キーファーはどんな人なの？キーファーはグランエスタードの王子よ。でも私の幼馴染を連れていつも遊んでばかりいるの。王子のくせに変な神殿から別の世界に行くんだなんて言ってるの。王様につけて神殿近づかないようにしようかしら。はあ、その前にキーファーのこと紹介してね。4話キーファ一生4話って言ってた。仲間になるんだ。これで何が起きるか、何か起きるはずだ。ちょっとキーファ何してるの。マリベル、はあ、どうしてここに。隣の魔物マリベル今すぐ離れるんだ。ああ、僕たちは敵じゃないよ。お、この音楽、よし。マリベル早く魔物から離れるんだ。キーファって言えば話は聞かないんだから、てっちゃんやっちゃって。魔物の種で守備力を上げるよ。呪文で攻撃しよう。話を聞きなさいよバカおじ。いてて、その魔物マリベルと知り合いなのか。実はね、石板でこの世界に来たってことか。それなら俺が集めたこの石板で別の世界へ行けるかも。何言ってるんだよ、そんなわけないじゃない。いや、この神殿に石板がはまる台があったんだ。やってみよう。
なりそう。なりうわー、キーファって A なのかな、 S なのかな。しかもなんだろう、英雄扱いなのかな。え、2章ですね。ちょっと見ていいですか。あ、なんか A っぽいな、 A っぽいな。 A ですね。 A で英雄だ。うわー、これはいい。はい、じゃあ2章いきましょう。早速ね。はい、不思議な石板。あ、ちょっと待って、キーファ入れていこう。キーファ入れていこう。はい、さあやってみるぞ。石板ここにはめてっと、ゴゴゴ。本当に旅の扉が、何よこれ、キャー。あいただふう、やれやれ、みんな大丈夫か。大丈夫なわけないでしょ。まさか本当に別の世界に来たんじゃないでしょうね。オルクステラではないみたいだけど。ガオー、ナスビなら魔物がひとまず戦おう。ここは一体どこなんだろう。近くに村があるみたいだ。行ってみようぜ。私は帰るからね。てっちゃん遊んでくれてありがとう。つまらなかったわ。じゃあね。うっそ、つまらなかった。本当に一人で行ったら危ないよ。だから行ったね。マルベルの村へ連れて行こう。ナスビナーラニュー。いいよ、1人目今回。2人目になるのか。動物だけの村。すいません、どなたかいませんか。もうこの前どうなってるんだ。動物しかいないじゃないか。人間たちはどこに行っちゃったんだろう。いいから帰る方法早く探してよ。ぐるる、魔物が村が危ない、倒そう。動物しかいないし、魔物も出るし、困ったな。なのなの、スラクトてっちゃん。あのピンクのモフリボンは、もしかしてモナン？魔物じゃなくて可愛い犬じゃない。私は犬じゃない。まさかモナンが犬になってるなんて。あ、まさか村にいる動物は？
動物だけの村に。なんで私がまた犬になるの？何言ってるかわからないけど元に戻す方法を探さないと。てんちゃんたちには悪いけどこんな冒険は楽しくてしょうがないぜ。てんちゃんたちのためにも石板を探して元の世界に戻る方法を探さないとな。あんたが冒険したいだけでしょ。まったく先に私を元に戻してなの。お、魔物がいるぜ。やってやるぜ。女を追いかけるのは男の、見果ての夢であるか。この時何言ってるの。キーファーってば本当どうしようもないスケベね。急に親父の言葉を思い出したんだよ。追いかけるなら踊り子の可愛い子がいいよな。これが王子だってんだからグランスタードの将来が思いやられるわ。いいでいいようだな。いやその通りなんだが、くだらない話をしてるのはあんたでしょ。何なのよあいつ。全くもう。ガボ、あ、宝があるね。宝回収しながら行きたいね。あと見てないのはこの小屋だけだな。うぐぐ、あら人間、鎖でつながれてるよ。誰なの一体。子供こんなひどいことなんて。早く外してやろうぜ。はガチンガキン、ガガオ。ああ、おせかかってきたよ。あ、壺がある、壺が下にね。おお、目の前でいいじゃん。まあいいでしょ、いいでしょ。ガウガウ。あの壺が気になるの、壊すの。罠静かにして。あの子は怖がってるでしょ。式な石板か。なんだ、小さなメダルかと思った。警戒している。落ち着いたわね。驚かせてしまって悪かったわね。僕はサラクト、こっちはてっちゃん。君名前なんていうの。ガボガボガボガウー。ガボっていうの、ちょっと話せないみたいだね。タクトがすごい光ってるの。参照は出ないね。参照は出ないね。はい、というわけでドラクエ7イベントクエストですね、1章2章やってきました。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。